starting out, you just want to talk about basically where this game is coming from in terms of the gameplay specifically then. Do you feel like this game is coming from the same mindset as 9 and 10? そうですね。まず僕からはそのすごく大きなコンセプトというか、本当にメガマンシリーズファンの人にとってはメガマンが帰ってきたって実感してもらえるっていうのをすごく大事にしたいなと思います。これは特定のメガマン9やメガマン10の要素をフィーチャーするっていうことではなくて、本当に NES の、 メガマンの頃のプレイの感覚も、その後半 の、 その例えばスーパーNESの、メガマン9だとかプレイステーションのメガマン8とか、そういうところも総合的に全て含んで、本当にみんなが思うベストなメガマンの形っていうのをできるだけキャッチアップしていきたいっていうことがあります。だから本当にコアなメガマンのファンは本当にメガマンが帰ってきたって喜んでもらえると同時に、新しい若いゲーマーですね、だから本当にメガマンはそんなに知らないけれども、最近インディーの 2D のいいゲームいっぱいあるよねっていうことに気づいているゲーマーにとっては、とても素晴らしい新しい体験になるっていうことをとても大事だと思っています。And so to have Mega Man be back for real, do you feel like you have to push forward instead of looking to the past, you have to look to the future, and do you see this then as a new beginning for all of Mega Man? そうですね。これは本当にね、ゲームを作っていく上ではすごく難しい話だと思うんですけれども、本当に古臭いわけではなくて、変える必要がない非常に完成度の高い部分っていうものが非常にたくさん含まれていると思います。この現代でも通用する部分と、やはり現代のゲームにリフレッシュするためにまた新たなチャレンジも必要と、この2つは必ず必要ですよね。はい。How did you know how far you could push the gameplay? Did you try going to an extreme end? 変わりすぎることを恐れたわけではないんですけれども、やはりメガマンのゲームプレイっていうのはやっぱり洗練されていますし、確立もされていると思います。そのベースを壊さない、その上でさらに新たな方向性に進めるようなものはないのかっていうのを、我々スタッフ一度、議論して今回の結論に行き着きました。Okay, so it's not a full reinvention of the Mega Man formula for fans. あえて変えていない部分も当然あります。What are you most proud of? What do you feel the team has nailed so far? 長い間、前作から間空きましたので、それぞれの中でメガマン思い描いている、ビジュアルであったりとか思い出であったりとか、いろいろそれぞれプレイヤーの皆さんお持ちだと思うんですけども、手に取った時にこれじゃないって思われるものにはしていない自信はあります。 And you feel like if fans put a one-to-one comparison, right, of gameplay in 11, let's say, compared to 10, what small differences will they notice in the actual movement of Mega Man and the actual animations themselves?ビジュアルであったり操作感覚っていうのは間違いなくパワーアップしてますし、それにもされていると思いますけれども、自分がいざ手に取って動かした時に、過去自分がそれぞれのナンバリング商品で遊んでみた時に思い通りに動かしていたものが動かせなくなった、思い通りに動かせているはずのものが動かせない、そういうものが、そういう事態が起こらないように最新の注意を払って設計しました。そうですね、もう一回言い直した方がいいですかね。そういう意味ではディレクターの小田ディレクターが言ったように、メガマンのゲームプレイのそのいい部分と、このいい意味で難しかった、手応えがあったっていう体験は同じように今回含まれるようにしています。そういう意味ではイエスなのですが、一つすごく我々が大切にしていることがありまして、例えばボスとボスの特殊武器のいわゆる弱点武器の関係性なんですけれども、本当に初期のメガマンでは、例えば氷のボスは炎に弱いとか分かりやすい属性の設定があったんですけど、これは本当に子供でも分かるような概念ですごく良かったと思うんですけれども、後半のタイトルでは本当にさすがにネタが続かないっていうのもあったと思うんですけれども、例えばどうでしょうね、ケンタウロスとナイトとサムライ、じゃあどっちが強いんだって言われると誰も分かんないみたいなそういうところがあったと思うんですけども、今回本当に新しいゲーマーにも納得できるプレーをしてもらいたいので、メガマン11の中ではそういうやってみないと分からない難解さっていうのは極力排除しようっていう
コンセプトを大事にしてますよね。そうですね。うん、Is it a challenging development so far? Is it a tough game to make? 難しいですよね。まあ一言で言うと、やはり難しいと言わざるを得ません。Specifically, what's the toughest thing to nail in terms of Mega Man gameplay that maybe you didn't appreciate before you started the project? まあ皆さんにも分かりやすいところで言うと、まあ一つボス、ロボットマスターの、選定とチョイスですね。一見楽しそうに思える作業ではあるんですけども、やはり先ほどの土プロセスが出たように、その相関関係であるとか、まあ属性は全然似てるにしても、あまりにも近すぎないようなキャラクターを選ぶであるとか、あとその属性は決まったとしても、見た目にデザイナーがものすごく想像しにくいものであるとか、あるいは今回モデル化するにあたってすごく作りづらいものってもうやっぱり除外する必要がありましたので、まあ140、200からアイデア出たとしても、実際にそれがものになるっていうのはやっぱりほんの数えるものにまで減りました。 And do you feel like the overall development team is relearning this talent from the past within Capcom or is learning it for the first time? まあ当然過去のロボットマスターの、まあその出来上がった経緯を、まあ考察し直すということはもちろんしますけれども、やっぱり今回ほとんど新しく作り直すというところが作業の大半になりましたので、まあやっぱり一から考え直したといった方が、まあ、答えとしては近いと思います。 Overall, is a majority of the development team new to Mega Man or did you recruit developers that had worked on it previously? これはあれですね、はい、本当に過去にさまざまなシリーズに関わってきたスタッフもいますし、ベテランなんだけどメガマンには関わってこなかったっていう人もいます。そして実は子どもの頃、僕はメガマンでこそゲームで育ったんだ、だからメガマンに本当に参加したくてカプコンに入ったんだっていうような若いスタッフもいます。このミックスされたバランスがむしろ今回のチームとしては非常に重要なキーファクターになってると思っていまして、当然ファンが望むものを共感しているスタッフもいるし、いやでも本当にいろんなゲームのやってきた目線から言うと、こういう新しいことも考えるべきだっていう意見を持ったスタッフもいますし、本当に子どもの頃にどう考え何を感じてメガマンを遊んでいたのかっていうことをベースに意見を出してくれるスタッフもいて、まあ、このバランスの中でディレクターの小田さんが本当に必要な最も重要なチョイスを行うっていうのが、僕としては非常にいいチームバランスなんじゃないかなと思っています。 I imagine it was exciting for the team to go back and work on the Mega Man series again. Do you feel like that excitement is still carrying through with development or has it faded over time and now it's just hard work? まあこの興奮は今も続きっぱなしと言えますね。まあ、先ほど土プロデューサーの話からも出ましたけど、今回非常にチームスタッフに恵まれたと思ってます。まあ、自分のもちろん持論としては、まあ、ゲームの成功はまあ7割方のチームビルディングで決まるとは思ってます。で今回全員が全員ナンバリメガマンの制作に関わったわけではないんですけども、まあビジュアルでもそうですし、プランもそうですし、サウンドもそうですし、エフェクトもそうですし、全てのセクションの、まあ、メンバーリーダーそれぞれがメガマに対する、まあ、こだわりであったりクオリティラインというのをしっかり持っているので、まあ、それぞれが、まあ、日々ぶつかり合いの中でものが出来上がっていくんですけども、それはかなり最初から高いレベルで完成されているので、チョイス自分としても非常に楽な状態を保ってくれていました。そしてそれぞれが出したアイデアだったり素材いったものをものすごく恐ろしいスピードで実装してくれるプログラマーの力っていうのは本当に今回非常に頼りになりました。So when you look back at everything that you guys have accomplished so far in the game's development, how does it make you feel? What's the overwhelming sensation? プロデューサーの立場で言うと、本当に本当プロデューサーとしてチームとそのプロダクトを率いないといけないんですけど、それ以上の感情が一つ湧いてきていまして、俺ひょっとしたら世界で最初にメガマンを遊べるゲームプレイヤーなんじゃないかっていうふうに興奮していまして、それだけワクワクさせてくれるチームっていうものに対して非常に興奮していますし、やはりチームのプロフェッショナルとパッションには非常に尊敬を払っています。まあロックマンらしいっていう言葉で一言で聞くのは非常に簡単なんですけども、それはチームスタッフ各々がやっぱり認識バラバラ持った状態で進むと
まあ、やっぱり自分のもロックマンになってしま、と思うんですけども、今回に関しては非常に高いレベルで、その意思疎通が最初から図れていたので、まあそのスタッフが作るものに関して、まあ、何か不安に思うものであったりとか、これは実は大きな方向性に進んでるんじゃないのかっていうふうな不安は見せありません。